安すぎて心配される。とんでもないラーメン気になりませんか？原末広に行きましょう。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人、ブログもよろしくね。 JR 東海道線原駅から徒歩11分、県道163号線沿いにあるラーメン店。国道1号線と海沿いの県道380号線の間の道路で、裏道みたいな感じ。交通量はそんなに多くありません。ラーメン店だと人気中華料理店、光臨本店や餃子が美味しい麺匠の比較的近く。お店は以前トンヤンという老舗ラーメン店だった場所。居酒屋愛ちゃんという看板が目印、上りは立っていましたが、お店の看板がないので何の店かも分からず知らずに通り過ぎている人も多いかもしれません。ちょっともったいない気がしましたが、これから看板もつけるのでしょうね。いやいや、これが隠れ家的雰囲気でいいという人もいそうな気はしますが、目立たないお店ですが、オープンして間もないのにすでに昼時には満席になることもあるそう。知っている人は来るのですね。厨房内には男性が一人ラーメンを作っているところが観察できましたが、どこかで経験がある方なのでしょう。平猿の湯切りが見事で、めちゃめちゃきっちりされていました。この湯切りは必見です。これは期待できそうですね。駐車場は店の前と店の裏にもあります。静岡県沼津市原772-4、旧東海道沿いになります。一見何の店だかわからないかも。店内は厨房を L 字型に囲うカウンター席とテーブル席あり、入って右側に券売機がありました。粗挽きと細かいの豆板醤とニンニク、主に醤油豚骨ラーメンと魚介つけ麺、それにしても安い。チャーシュー麺とご飯、トッピングは海苔、チャーシュー、煮卵、わかめなど。スープは結構オイリーですが、豚や鶏などの動物系はそれほど。国内ので比較的飲みやすい。これなら朝10時からでも食べられます。本格的な家系ラーメンとは違いますが、コクもあり飲みやすいし美味しい。私のような年寄りにはこれくらいがちょうどいいですね。これだけ海苔があればいつもの食べ方やっちゃいますよ。まずはスープに海苔を浸します。そして豆板醤とニンニクをのせ、麺などを巻いていただきます。超人気ラーメン YouTuber すするくんがやっていた食べ方、これ一度やり始めたら癖になること間違いなし。美味しすぎます。ストレートの平打ち麺は
短めですすりやすいところは、家系ラーメンっぽい。平打ち麺というのが面白い。ご飯は訪問時50円でしたが、茶碗一杯分くらいで十分な量。このスープによく合うんですよね。これは絶対注文したい。チャーシューはチャーシュー麺にしたので5枚乗っていました。ロースのチャーシューで噛み応えがあるもの。豆板醤追加？結構厚みがあり食べ応えがあります。これは嬉しいポイント。味付けはしょっぱすぎずいい塩梅。チャーシューの味付けがしょっぱすぎる。お店もたまにありますよね。麺をすすりご飯を食べる。この繰り返しが至福の時。炭水化物万歳です。厚めのチャーシューが5枚も乗った。チャーシュー麺並みが訪問時800円。ご飯をつけても1000円以下と、最近の値上げ情勢を考えれば、破格だと思います。安すぎてちょっと、お客が心配してしまうかも。店主さんどちらで経験を積んだのだろう。ご存知の方がいらしたら、コメント欄で教えてくださると、助かります。似たような方向性のラーメンとしては、ほぼ同じ時期に沼津市内にオープンした新沼津国国一昆進屋がありますよね。家系っぽいラーメン店が今後もっと増えていくのかもしれませんね。家系ラーメンはなぜこんなに人気なのでしょうか？その理由はいくつかありますが、家系ラーメンは豚骨スープをベースにしていることが多く、長時間煮込むことで濃厚でコクのある味わいになります。そのため、ラーメン好きな人から支持されています。太くてコシのある麺を使うことが多く、スープとの相性が良いです。食べ応えがあるという点でも人気があります。家系ラーメンは横浜の吉村屋が元祖とされています。そのため、横浜や関東地方のラーメン店で見られることが多く、独特な文化的背景があるという点でも人気があります。これらの要素が組み合わさって、家系ラーメンが人気を集める理由となっています。しかしなぜ昆進屋は、特に静岡県内で人気なのでしょうね。不思議なのです。静岡県沼津市の原末広。旧東海道沿いにあるラーメン店。上りは立っていましたが、看板がないので知らずに、通り過ぎている人もいるのでは？ラーメンを作っているところが、観察できましたが、どこかの店で、経験がある方なのでしょう。主に醤油豚骨ラーメンと魚介つけ麺。チャーシュー麺とご飯。チャーシュー麺並みが訪問時800円。ご飯50円は安い。まずはスープに海苔を浸します。そして豆板醤とニンニクを乗せ、麺などを巻いていただきます。これ一度やり始めたら、癖になること間違いなし。美味しすぎます。スープは結構オイリーですが、豚や鶏などの動物系はそれほど、濃くないので比較的飲みやすい。ストレートの平打ち麺は、短めですすりやすいところは、家系ラーメンっぽい。平打ち麺というのが面白い。チャーシューはロースで、
噛み応えがあるもの。結構厚みがあり、食べ応えがあります。このスープとご飯がよく合う。ライスが欠かせないラーメンでした。